株式会社、京急ファインテックは、京浜急行電鉄グループの兼業市会社。京急車両工業時代の社内名番業務内容は、鉄道車両及び自動車の整備、改修、また車椅子用、スロープ、ラクープなどの複式機、トレース用、L ライト、ランプシートなども手掛ける。ISO14001 取得済み、交通技術部が置かれている。主に、 京急グループのバスを中心として、車両の整備点検や改造を及び車体更新などを行っている。また、時刻表や駅名表等、鉄道サインの制作を行う部門もある。鉄道車両部が置かれている。もともとは1963年に開設された、京浜急行電鉄栗浜工場であったが、k 急本社による子会社への委託方針により、2001年から、 京急ファインテックが管理運営を行うことになった。また、それ以前から京急で廃車になった車両の他社への売却整備も行っている。なお、鉄道車両の整備については、京急の車両のほか東京都交通局、横浜シーサイドライン、湘南モノレールなど他社局の業務も多く受託している。京急グループの原業子会社、ありがとうございます。